すだちでキュン。ではすだキュンアフタートークでーす。お願いします。今回はハッシュタグマヒナ資格を取る YouTube 企画、はい、こちらも漢字テストでーす。もう最後のね、うん、回だもんね。その関係までは、そうだね、関係取るまでは、うん、受験まで最後の回ということで、今回は問題をスタッフが用意しました。はい、では赤の字を書いてください。じゃじゃん。車で峠を越える。うんうんうん、お、うんうんうん、なんちゃら峠よ。そうだね、なんちゃら峠。あー、ちょっと待ってね。うん、なんだっけ。下は分かるかも。下は下な気がする。あれ、一文字じゃない？これ漢字一文字。うん、漢字一文字。峠で右側と下側が、右側に上と下があった気がする。じゃあ見せてもらおうか。いけるもん。ちょっと待って、ちょっと待って、まだまだ。いやいやいや、左側が分かんない。なんちゃら峠。ヒント。ヒント？峠って、漢字の書きのヒントめっちゃ難しい。峠ってどんな場所っていうの。小峠さんの峠。あ、そうかも、そうかも、そうかも。待って待って待って、小峠さん、山。あ、山じゃね。山、小峠さんの峠だね。こんなんじゃなかった。じゃあ、峠かけたかな。違う。はい、では第一問、車を峠で越えるまひちゃん、出してください。じゃじゃん。正解は、じゃじゃん、大正解。え、小峠パワーすごい。ピンポンピンポンピンポン。大正解でした。山の下で峠です。いいね。でもそういうのだよ、そういうの、そういう力も。私、芸能人さんの名前覚えるの得意ないよそうだね。じゃあそういうので覚えていけばいいかもしれません。さあ続いて、この漢字がついてる人はなかなかいないかもしれませんが、じゃじゃん。野生の獣に襲われる。何だか、ちょっと待ってね。うん、こんなんじゃない？これはね、獣に、あの、ガッキーさんの、あ、獣になれない、あ、うん、女たちみたいな、うんうんうん、あったね。こんなんだって気がする。では出してもらいましょう。第2問、野生の獣に襲われる。せーの、ドン。うん、お、いきますよ。正解は、はい、大正解。あれ、これいけるんじゃない。大正解。すごくない。いいですね。そういう、すごい、こう知識をこうね、引っ張ってこうつけていくっていう、すごいいい作業です。では最後の問題です。はい、はい、じゃじゃん。落とした鍵を血眼になって探す。これ2文字ですね、漢字。しまなこ。ここだよね。なんか、なんか、ちまめみたいなやつだっけ。違う。待って、わかる。言葉はね、わかるんだけど、うん、これね、あんまり意味がわかってない。どう、ああ、どういうふうに探す？どうなる？どう、あ、難しいな。こう、ひざまずいて。真剣にとかいう意味だよね。この体のどんな部分を使って探しますかっていう話ですね。もうここまでやな、言えるヒントは。目。うん、あ、待って、こんな感じ見たことあります。こんなかもしれない。OK。じゃあ行きますよ。落とした鍵を血眼になって探す。まひなちゃんの回答をお願いします。お！正解は？じゃじゃーん！大正解！やりました！やったね。ヒントがあったけど、でも書けたね。
目がほら、血走るぐらそうい、だね。うん。血走るって意味なのか。まあそうだね、血走るからこう、一生懸命っていう意味だね。どうだった？こう全問、まあ、いなちゃんのこの推理力も兼ねていけたけど、本番私がついていくことになるので、まあ、いなちゃん、どう？意気込みは。でもどうだった？ 3 問。でも、実際にかけて、うん。なんかその、全く驚いてはないんだろうなっていうのはあって、自分の中では。ただその、実際に2つとかで迷った時に、どっちを選ぶかっていうのはさ、もう自分の判断でしかないかそうら、だよね、書くテストももちろんあるしね。なんか、ぼやっとでも、なんか、うっすらでも浮かんだら、書けるから、こうやって。いろんな漢字を、いかにたくさん見ようと思った。そうだね、読みとね、こんな読みもあるんだとかね。候補はね、たくさん漢字のそうだね。候補を頭に入れて頑張ろうと思いました。あと芸能人の名前とね。そうだね、いっぱい見とかなきゃね。小峠さん、マジでありがとうございまあしりがとう。はい、ではいつものポーズで締めまた。しょう。まひなちゃん、じゃんけん頑張れ。せーせーの。の、すだなちっちででーす。キュン。ー。ありがとうご頑ざい張りまします。ありた。がとうご頑ざい張ました。れ。